はい、土パフォーマンスです。今日はボディの高橋さんから連絡があって、なんかちょっと面白い塗装を、試しでやってみるってことなんで、ちょっとそれ見に来ました。もうやらせなしで本当に、初めてやるみたいなんで、ボディもちょっと失敗するかもしれないなって言ってたんで、ちょっと失敗したら失敗したで、それはまた動画になるかなと思って、ちょっと見ていきたいと思います。高橋さん、ちょっと なんてやつでしたっけ。今日教えてくれるのは、やってみるのはアイズメタル。はい、もう撮ってますから。あ、はい、ローハンさん、アイズメタルローハンっていう会社がやってるアイズメタルっていう塗料なんです。そうですね、はい、これを試しに吹いてみると。はい、で、はい、試しじゃなくて一回もやってます的な感じ でいいんですか。だって今日成功するかどうか分かんないです。分かんないです。失敗したら失敗しちゃったっていう動画にしようかな。本当にダメですかそれ。あ、それでもいいです。じゃあもう前の下りで、だからもう試しにちょっとやってみるみたいな、面白いのかな。ああ、まあそれでいい。はいはい、そうしましょう。高橋さんだから失敗しないですよね。失敗したことないんで、まあ、ちょっとこれを今回、はいはい、やってみて、はい、どんな感じになるのか試してみる。はい、でこれがもう名前の通り金属みたいな、メッキみたいになるんですね。そうです。はい、もうすごくアルミをナノレベルまで砕いて細かくしたという。あ、そうなんすか。そうです。へえ。じゃあもうなんか表面にそのアルミを吹き付けるって説明に書いてありますで、なんかめっちゃ大変なんですよね、塗るのが。すごく大変なんですね。で、ちょっと今日もう下準備はしてあって、はい、メインの塗料、はい、まあ、最後そのクリアがあるけど、メインの塗料をちょっと試して。そうです。はい、どんな感じになるのか。はい、ちょっと乾燥時間長いんで、はい、今日は、ベースコートの方に、はい、それはちょっと溶かしてみて、はい、編集でぶち込まってちょっと美味しいとこだけ今日撮ってます。 あれでこれ結んだかって撮らないですか。いや、撮ります。撮ります。あ、撮ってるところは、という感じで今回ちょっとこれを使ってみます。はい、はい、めっちゃなんかもう日常系のマニアックな動画になってますけど大丈夫ガンも用意してるから向こうで。あ、そうなんだ。これローハンって書いてある。あ、そうなんだ。これガンもじゃあその専用の。そうです。へえ、吹けるやつになるわけですね。いや、もう失敗したらチーンっていう動画になるって言ったんですけどもう高橋さんなんか失敗してんだけど。おい、失敗したらもう一回やってからいい。後日っつって。それはそれでちょっと部位になるよく取って。まあでもそうっすよね。だってナノレベルとはいえ金属入ってるわけだから、よく振って攪拌して。そうそうそう、うん、すっごくあれなんですよ。なんだっけ、混ぜないと。混ぜないと。普通にファンとか回ってるんでちょっと多分聞こえにくいと思うんですけど、今回ちょっとこれをアイズメタルっていう塗料でちょっと塗ってみます。まあ、そのまま塗るんじゃなくてベースでこの、まあ、黒というか塗った上にさっきの、塗料を塗るともうメッキみたいになるっていう感じみたいです。で、本来はそれ塗って乾かしてから、クリアを塗らないといけないんですけど、まあ、ちょっとそれ時間かかるんで、今回そのアイズメタルを塗るところまでちょっと僕がお届けしたいと思います。これ本当にメッキみたいになるの？大丈夫？怖くないですよ。今カタログを発見しました。アイズメタル、メタル塗料。これオートサロンで多分この GTR とかこの辺とかこのインパラとか多分見たことあるっていう人もいると思うんですけど、それです。めっちゃメッキみたいになるみたいです。で、今回このシルバーのやつ塗るんですよね。そうです、シルバーです。アルミを主成分とするわけ。はー、なるほど。それじゃあ早速、高橋さんが今から、塗料吹くっていうことなんで見てみたいと思います。
終的にメッキみたいになるようです。はい、というわけで今回はちょっとこのアイズメタルっていう新しい塗料をちょっと試しに使ってみる様子をお届けしました。でまた作業途中なんですよね。まだ途中です、はい、これからまた熱を入れてでまた重ねて塗って、はいはい、でクリアになってクリアになってだからちょっとタイムオーバーなんでこれで帰りますけど、ね、はい、でも3回目にしてもうかなりメッキみたいになってましたね。そうですね、はい、まあ、もうちょっと塗ってです、もっとあれが強くて、そうですね、もっと期間を増します、はい、で最後耐久性を増すためにちょっと軌道軌道かもう、そうです、その後、熱を入れてからまたクリアコートしてフィニッシュです。でめちゃめちゃ大変ですよね。そうですね、時間はかかりますね、はい、ただ結構こうミラーキャップ塗ったりとか、はいはい、そうデリアルちょっと小物塗ったりとか、はい、グリル塗ったりとか、はい、ちょっと夢は広がりそうなと。そうですね、はい、今までにないと思うんだと思います、はい、独占なと思うんですかねいやでもかなり目立ちますよねやっぱり、はい、いいんじゃないでしょうか。そうですよね、はい、じゃあぜひなんかメッキっぽくしたいっていうのがあれば、はい、ぜひお問い合わせでいいですか。大丈夫ですか。はい、まあまあ大丈夫ですか、はい、というわけで、まあ、ちょっと新しい粉のも扱ってますんで、まあ何でもボンドボディに、高橋さんでも、はい、直接お問い合わせいただいても大丈夫ぜひお問い合わせください。はい、というわけで今回はちょっとボンドボディで、新しい塗料を、ちょっと試し拭きの様子をお届けしました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。